安全に物申す。私はバーチャルユーチューバー r の物申す。緊急の話題があるから集中してね。フィリピンでマグニチュード7.7の地震が発生し、日本の太平洋沿岸に津波注意報が出されたんだ。海岸からは速やかに離れて安全を確保することが最優先だよ。みんな、地震や災害に備えってどうしてる都会での生活は便利だけど、災害時のリスクも抱えてるんだよね。一方田舎では、井戸や太陽光を自家発電でも数ヶ月忍べる準備をしてる人もいるみたい。では、このニュースから俺たちは学ぶべきことは何だろう、まずいつ 何時災害が起こっっててもおかかかしくないってことだらら日頃からの準備がが超重要それと災害が発生したににはちゃんとと確実なな情報を入手するるここがキーになるねこのためには、J アラートみたいなシステムに頼るだけじゃなく、自分で情報をチェックする癖をつけることも大事だ。さらに、家族や大切な人を守るためにも、行政に任しきりにならず、自分でできることから始めるべし、これらを踏まえた上で、最新のニュースや指示に従って行動することが、大切な命を守るための第一歩なんだ。最後にもう一度、津波というのは予測が困難な天だ 常に備えが必要だと私は思う今回の津波注意報をきっかけにみんなで備えの大切さを認識し直しましょうこれからも安全で健康な毎日を送るために私たち一人一人の意識と行動が鍵になるよこの話題についてコメランで議論しようおしまい物申し